はい、どうもこんにちは、ジーです。ということで今日はですね、北海道神宮に来てるんですけど、ガチャ運が悪すぎるんで、ちょっと北海道神宮でお参りっつうのかな、それをやって、五円玉入れてやっていきましょう。いや、北海道神宮ってさ、めちゃめちゃ神々しくない？こういう神社ってすごいよね。こっからさ、映してくれない？向こうめっちゃ綺麗。いや、すごいよね、この感じね。めちゃめちゃすごい、超神々しい。清めなよ。これは手洗うの？しゃっこいよ、絶対しゃっこいよ。手を洗うのね。直接か、今は。ちゃんと凍る。いいよ、やりなよ、そんぐらいや。今何だと思ってんの、札幌。やりな、ちゃんと。もっとちゃんとある、ちゃんと。手首までちゃんと。いや、マイナスだからな、普通に札幌。マイナスじゃないよ、だって水凍ってないし。いや、これは流れてるからでしょ。ちょっと。グチグチペースで、まあこういう時期だしいいんじゃないですか、手だけで。ほら、まあ、一応グチグチペースするのね。まあいいでしょ今回は、はい、まあディステリーしたからね。なんていないでしょ。うわー、しゃっこそ、手こぼる。かわいそう、かわいそう。見てみ、これ手勝ってる感じ。かわいそう、普通に絶対嫌だ。手真っ赤っかだよ、バカ野郎。超冷てえやん。ということで、じゃあ次はですね、今日は中継ぎが来てんのかな、多分それを引いていこうと思うんで、どうぞご覧ください。はい、どうもこんにちは、ジーです。ということで、ちょっと本題の前にですね、話したいことがありまして、昨日ツイッターとミルダムの生放送で話したんですが、騒音の苦情が来てしまって、まあ、ミルダムが始まってから毎夜毎夜生放送でわちゃわちゃやってたんで、まあ、多分それが原因かなと思ってるんですが、なんでとりあえず今防音室をですね探してまして、まあ、それを買ったらまたいつも通りの感じで撮影と生放送やろうと思っております。多分それまではですね、ちょっと声のトーン落とし気味でやろうかなと思ってるんで、はい、すいません、お願いします。 あとあれですね、防音関係の仕事をされてる方いたら、まあ、むしろヤマハで働いてる方いたら DM ください、お願いします。はい、で本編なんですけども、北海道神宮行ってガチャ運をですね上げてきました。まあ上げてきたっていうか祈願ですね、お願いしてきました。もうここまで来たらですね、神の力借りるしかねえって感じなんで、とりあえずクリスマススカウトから行こうかなと思います。でその後戦力強化スカウトですね、こっちのこれですね、はい、これ引いて、その後に今日来たジュニアトーナメントの契約書、引いてっていう感じで行こうかなと思います。OK、 とりあえず10連目いきましょう、お願いします。ここは確定がないですね、まあ、てか今日の楽しみといえばジュニアトーナメントの契約書なんで、まあ、松井投手とかコンちゃんとかが、通常の追加前に当たるっていう、まあ、その可能性があるっていうのは僕的にはめっちゃ嬉しいんで、まあ、動画でもしたいし、コンちゃんなんでね、まあ、A ランクめっちゃ死ぬほどあるしっていう感じで、まあ、なんじゃこれっていう契約書だったんですけど、まあ、内容めっちゃいいっていう、ね、はい、あの契約書めっちゃ最高ですね、はい、で10連目いやー、いきなりなさそう。やっぱり確定外ではなかなか引くの難しいですね。20連目いきましょう。ここは確定がありますね。 S ランク1枚ですね、お願いします。まあ、果たして北海道神宮行った意味はあんのかっていうね。でもなんかそういう自分のバイブス上げる行動っていうか、そういうのがまあめっちゃ大事じゃないですか。なんていうんですかね、テンション上げるっていうかモチベーション上げる的な行動はめっちゃ大事かなと思うんで、まあ、別にガチャ運には関係ないですけど、まあなんかうまいことこっから神引きたくさんできないかなっていう感じですね。演出がないですけど、2枚引きの可能性が一応あるかなっていう感じですね。まあ10人目に S ランク1枚なんで、 A ランクめっちゃ来るの、今まで3枚目ですかね。はい、じゃあラスト S ランクお願いします。石川投手もですね、結構今まで S ランク当ててきてるんで、まあ、縁がある投手っていう感じなんですけど、まあメインで使うのはアニバか、あとは18年シリーズ1の石川投手を使おうかなと思ってるんで、まあ、とりあえず保留って感じですね。さあ次がですね、30連目なんで S ランクの確率が2倍ですね。ここで結構運が試されるっていう感じなんですけど、はい、 S ランクなし。
はい、ということで次が40連目なんで自チーム確定なんですが、ここはですね、まあ、ファイターズで行くんですが、宮西投手とか、まあ後で戦力強化スカウト引くんですけど、その前に当てちゃうとか、まあ、清宮選手とかもう誰でも OK かなっていう感じです。行きましょう、お願いします。もっとがっつり盛り上がりたいですよね。まあ、神引きした時に思いっきりやっぱ叫んじゃいますし、まあ、だからこそ防音室ですね。はい、2枚引き、いやてか全然祈願した意味がないぞこれ。北海道神宮行った意味がもうちょっとなんか、まあ、気分が全然違うんで引けるかなと思ったんですが、まあいいでしょう、行きましょう。10枚目、お願いします。日山の選手です。はい、神引き、叫びてー、めっちゃ叫びたいです今。心の中ではクソテンション上がってます。マジかよこれ、めちゃめちゃ最高じゃないですか、宮西選手。やばい、まあ、シリーズ1出てるんでちゃんと継承していこうかなと思うんですが、これはもう純正の超強化ですね。はい、ということで次はですね、戦力強化スカウトを引いていこうと思うんですが、自チームをセーブにしてきました。まあ、やっぱり今回の追加で言うと、目玉はギャレットかなというところで、まあ、球速、ナックルカーブ、スプリット、ツーシームがあるっていう部分では、まあ、久々にこういう投手が出てきたなっていう感じなんですよね。まあ、今までだとやっぱり僕もオーダーで使ってきた、選手たちがですね、ドリスとマシソンですね、この2人なんですが、まあ、マシソンで言うとスプリットとツーシームと、でドリスもですね同じ感じでスプリット、ツーシームチームっていう部分で、久々に中継ぎでこういう球種のピッチャーが来たなっていう感じなんで、まあ、ナックルカーブなんてやっぱり、まあリアタイ向きなんで、マジで中継ぎで言うと今後宮西投手とギャレット、この2人をめちゃめちゃ見ることにっていうか対戦することに、なるのかなと思います。それぐらい強いですね、間違いなく。なんでじゃあ行きますか、セーブでまずは1回目。まあ引くとしたらですね、60連を予定してるんで、その前に当たってくれたらもう最後契約書引いて終わろうかなっていう感じです。話にならないっすね、全然 A ランクしか当たらないです。エスコバですね。まあ現実しましょう最後に。はい、そろそろ確定外で引かないと今回の動画の意味が全然ないです。あ、来た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 、ここで、あ、何パーか見てなかった。戦力強化スカウトは20パー、30パーかな確かですね。久々に見た、めちゃめちゃ目の保養です。さあ来い、打て、打たないな、打ってくれたら結構ギャレットかなっていう感じだったんですが、さあ、20連で終われるか。終わっちゃうマジで。ちょっと待って、めちゃめちゃ叫びたじゃん、本当に今叫びそうになりました。テンション上がりました。いやもうさっきと言ってること全然違うんですけど、北海道神宮行ってよかったなっていう感じです。はい、ディクソン。はい、次が、30連目なんで、ここで多分調子くんが打てば結構確定かなっていう感じですね。はい、もう自分のあれですね、感情を抑えるのが大変です。本当にもっと声出したいっす。もう防音室早く欲しいですね。結構ね値段する。お、ありがとうございます。これも確定でしょ。いやーよかった、なかなか悪くない動画になってるんじゃないですかこれ。だから10人目の前に S ランク引けたら、まあ、かなり嬉しいっていう感じになるんですけど、なさそうかな。はい、ということで次がギャレット、間違いないです、 100% です。はい、ありがとうございます。いいじゃないですか今日の動画、なかなか引けてますよ。ギャレット、宮西投手で鈴木誠也選手と、見てくださいよこれ、石川投手も引いてますからね。すいません、ですね、動画にしなかったんですよ。まあ、今後動画でやるかどうかは全然わかんないですけど、まあ、純正で必要だったんで獲得しておきました。で、まあ、一応大谷選手、石川投手、宮西投手、鈴木誠也選手、ギャレットと、もうこの、1,2,3,4,5 人ですか、もう完全に超リアタイム向きの選手ばっかっすよね。ということで次はですね、ジュニアトーナメントの契約書を引いていこうかなと思うんですが、狙いとしてはですね、森選手はもうアニバで獲得してるんで、まあ、松井投手かコンちゃんの、その2人がまあ来てくれたら嬉しいなと思います。いきますか、今日の動画の最後となります。っていうか本当に通常で追加されてない選手がここで獲得できるのは本当に熱いんで、マジでその2人お願いします。どっちが欲しいかっていうのはもう同じ100ぐらいで、どっちも欲しいです、お願いします。12分の2お願いします。